おはようございます。黒髪ランガです。今週もアニメ化目指して漫画を描いていきます。今日はいつものオープニングと違ってちょっとこのね公園に来てみました。まあ普通に天気もいいし、というか日差しえぐいんですけど、まあなんかあの朝のちょっと予定立てたりとか、今週の予定、今後の予定とかをここでちょっと机とかあるんで立てていこうかなと思います。たまにはこういう感じで外で作業するのもいいですね。めちゃくちゃ気持ちいい。とりあえずコーヒーセット持ってきたし、コーヒーでも飲みながらやりますかね。さすがにこれは幸福度高すぎるやろ。さすがにこれは良すぎる。やっぱアイデア出しはこういうとこの方が集中できていいな。かなり進んできたネタが。しかも意外と花粉で死ぬかなと思ったけど、なんとかギリギリ保ってる感じ。なんかたまに出てくるけど鼻水。こんにちは。いつも歌われてるんですか？僕練習してる。何か練習されてるんですか？詩吟の練習。詩吟。なんかこうリズムに乗ってこう、リズムというよりか、まあ詩吟というのは漢詩を読むわけだから、はい、漢詩って書いてある。でもあの風林火山とか出てきて、風林火山、そう、ここは分かるぞって思いながら相当長いのよく覚えられますね。最初の川中島は本当は題名違うんだけど、はい、あれはみんな有名だから詩吟やってる人はみんな覚えてるし。いやー、まさか作業をしてる時にあの詩吟とあとギターを聴かせていただいて、いやそんな出会いがねあるとは。もしかしたらね、詩吟やる女子高生のネタとかね、ボッチザロック超えられるんじゃないですかね、これちょっとネタになるかもしれないんで。いやもう詩吟って僕らの世代だとね全然知らないくて、唯一知ってるのは天心向井やからなあのエロ詩吟のとは言えなかったですよね。なんだか今日はいけそうな気がする。あら綺麗ですね、この梅、桜、桃、
Google レンズで検索したら梅って出てきた。梅らしい。いやいいですわね。花見もできてネタもだいぶまとまったし、まあだいぶアイデア出たんで、ちょっと帰ってお腹を使いすぎたんで、ご飯食べてからもうちょっとやろうかな。これ名前書いてましたね。文豪梅。文豪か。文豪って言ったら大分ですけど、なんなん関係あるのかな。さすがにお腹空きましたんで、ちょっとねご飯を作ろう。おー、いい感じ。いや、油がえぐい。卵も一緒に焼き上がったかなということで、塩コショウもいいけど、今日もねこの出汁をありがたく使わせていただいて、これでこんな感じかな。とりあえずかけていただきます。 OK、 ご飯も食べたし、後半戦やっていきましょう。なんかさっき天心向井さんと思ってましたけど、天心木村さんでしたね、あのエロ資金やってる人。さっき久しぶりに懐かしくて、あの YouTube 検索したら、あの3年前ぐらいかな、あのコロナ禍であの本人が新しいネタやってて、ちょっと見たけど、いや、おもろかったわ。いやでも詩吟って、まあ基本的にはあの漢詩とかあの和歌とかを歌うやつらしいんですけど、まあね、エロ詩吟が許されるなら、まあ、あのなんか女子高生がねオリジナル詩吟を作詞とかしても全然許されそうなんで、これ来たな、アイドル詩吟もの来たな。気づいたら6時を過ぎてしまった。ちょっとご飯、炊き込みご飯にするしたら7時半か。どうしよう。まあでも今買い物してないし、炊き込みご飯にするか。とりあえずお米を入れて、1合半ぐらいいっちゃうか。鶏肉を切って入れたんで、あとは醤油をちょっと入れて、生姜もちょっと入れます。前田も入れたいな、多分。あれ、甘めで、あとはだし、今日もこの海鮮、極上海鮮だしを今日はちょっと破って、中身をもうダイレクト煎りジャッシュしていこうかな。まあこれそんななんかあの粉のなんかあれが、なんていうの、柄が出てくるわけじゃないから、こんな感じでパラパラやった方がより鶏肉とかに味が染みそうな気がする。まあこれもうほんとパラパラなんでね、細かいんでいけると思います。よし、今日はちょっとお野菜ないんで、米と鶏肉、まあ米はねあれですから、野菜ですから、玄米にして、炊飯。気づいたらね6時半になっちまったんで、まあ今日まだ清掃に行かないといけないんですよ。なんで、まあ今多分人が多い時間なんで、ちょっと外してご飯食べて、まあちょっと、お腹落ち着いてから腹ごなしにランニング&清掃に行こうかな。とりあえずご飯できるまで、この間の伊豆ドライブの時に買ったカントリーマンでも食べつつ、まあちょっとネーム作業をもう少し進めて、あと確定申告とか、動画編集やろうかな。ようやくご飯が炊けました。なんか2時間ぐらいかかった気がするな。はい、鶏肉の海鮮ご飯ですね、完成。鶏肉の海鮮ご飯ってなんや。鶏肉入れて、だしは海鮮だしですね。謎すぎる。ではいただきます。だいぶ遅くなったけど、このあと清掃行かなきゃいけんからな。うん、味はバッチリ美味しい。今回はあのだしを開けて、パックを開けてやったんですけど、まあ別になんかガリガリするとかほんとないし、うん、いい感じ。気づいたらもう11時で、あの清掃が今日中にやらないといけないんで、ちょっと時間ないで行ってきます。あの今までは確定申告してたんですけど、まあ、もうちょっと終わらないんで、ちょっと一旦清掃に行きますわ。清掃業務終了しました。今日はなんか早かったわ。やっぱお客さんおらんと
めちゃくちゃスムーズにできる。よし、走って帰ろう。帰りました。お風呂入ろう。アップルウォッチのこのフィルムがさ、すぐ剥げるんですよね。なんか多分フィルムもアップルウォッチも悪くなくて、僕の寝相の問題なんですけど、寝てる間にね、だいたいずれてるんですよ。もう寝る間別につけんでいいか。おはようございます。とりあえずプロテインのなんか早起きしたわ。昨日なんだかんだ3、4時ぐらい、5時ぐらいやったけど、普通に8時半ぐらいにいつもの目覚ましが鳴って目覚めました。目覚ましっていうか、なんかGoogle ホームの連携で電気とGoogle のなんかニュースみたいなやつを自動で流すみたいな、電気つけて、それが結構いい感じにビクンってならずに目覚められる。今日は町田の方にポイ活というかモニター調査のやつがあるんで、それ行って、で顔脱毛ですね。今日のモニターの案件は確か4000円やったかな。まあなんか面談みたいな、ちょっと内容はなんか言っちゃダメらしいんですけど、まあ、そのぐらいの軽いなんかしゃべるみたいなやつで、まあ、4000円ぐらいもらえるんで、あとレポート書く。これは結構お得。一瞬日光を浴びに行こうかなと思ったけど、雨降っとるかもしれんから、ちょっと見てみよう。大丈夫っぽいから一瞬散歩する。今日はとりあえず頭すっきりした状態で確定申告を終わらせて、で夕方から町田の方やから、まあ早めにネームを書きに図書館に行こうかな。早く確定申告を税理士さんに丸投げできる人生になりたい。こういうなんか庶務はね、できるだけやりたくないですね、この人生において。できるだけ創作に当てたい。創作とか趣味とか、まあ友達と喋ったりとか。コーヒー入れよう。いや今日さっき支援サイトのファンボックスとかその辺また確認したんですけど、先月からなんかご支援いただいてる方々がまた今月もちょっと継続していただいてたみたいで、いや本当にありがたい。この Vlog もそうですけど、なんかね、自分がこう生み出したものとかそういうのにこう何かしら時間だったり体力だったり、今とかね、本当無限に作品とか娯楽がある中でこう選んでくれるみたいなのって本当にありがたいし嬉しいですよね。なんかこう作品創作だったりを続けるのって、なんか始める時のこうエネルギーと続ける時のエネルギーってなんか違う感じがして、始める時ってなんかこう憧れみたいなものがあったりすると思うんですけど、まあ、続ける時ってなんかその憧れみたいなのをこう通り越して、なんかこういつもね即売会にこう来てくれる人の顔とか、まあ、YouTube でコメントくれたりとかリツイートしてくれたり見てくれたりっていう人たちの顔を、まあ顔わかんない人もいますけどアイコンとか、それが一番なんかね本当に原動力になるんやなっていうのが実感してますね。この間原稿マジでギリギリで書きようときに、なんかそれをこう話しながら思い出して普通に泣きそうになったというか、ちょっと涙を泣きました。だって即売会とかね、もうコミケとか相当しんどいっすよ、一般参加で入るの。寒いし暑いし、その中でさ、ギッチギチに並んでさ、でものすごい人多い中かき分けてわざわざ来てくれるわけですよ。ついでとかだったとしてもありえんわ。ほんと終わりました。確定申告提出完了。いや、やっと終わったわ。なんかなんだかんだ帳簿付けも結構残っとったし、まあなんかあれですよね、なんか新しくフォーマット変わっとったりして調べて集計とかするの意外と時間かかったな。 OK、 なんか軽く食べて町田の方に行ってネームを書きますわ。
なんかさっき玄関のところでガサゴソ言ってるなと思ってちょっとビビってたんですけど、あのアーモンドが届いてました。これお菓子食べたいなみたいな時とか、健康にアーモンドならまだ悪くないというか、むしろいいぐらいあるんで、これはね結構安くていいですね。アマゾンで1300円から400円の間ぐらいで、まあスーパーとかで売ってるやつよりめっちゃ安い。よし、今日もご飯をね軽く食べていきます。鶏ももの油すごいよな。これだけで自分を揚げられるほど出ますからね油。ちょっとだけ蒸し焼きにしていきます。その間にこの特売会で使う道具をねちょっと直したいんですよね。この押し入れの奥にある空き箱たち、これをもうちょっとこう減らしていきたいんですけど、まあね結構減らせるやつ減らしたんですよね。なんかこの左にある AG03、マイクとかのユーザー、オーディオインターフェースとか、これ引っ越す時とかにねこれに入れたいなっていうのがあったりして、まあ、あとはあのマイク自身とか、あとはあのスイッチの箱とか、まあ、スイッチの箱はいいかな、どうかな。このソニーのブルーレイプレイヤーはまあいいかな、売るとしても別に箱なくてもいいし、まあ今んとこ売る予定もそんなないし、まあ引っ越しでも普通に梱包はザクッとできますしね。これは捨てるか。ちょっと発泡スチロールが大きかったんで切ります。発泡スチロールカッターね、まあ、相当使うことないんですけど、なんだっけ、液タブの、発泡スチロールがあまりにもでかくて、それを処分するためには、まあ、粗大ごみとして出してもよかったけど、それより発泡スチロールカッターの方がトータルコスト安いかなって思ってこれ買ったんですよね。まあ、こういうちょいちょい使う機会はこういうのであるんちゃあるんで、和風だしをかけていただきます。枝豆液も焼けている。よっしゃ、この辺のオキュラスと、スイッチと、あと Google ネストオーディオとか Apple Watch の箱は処分しましょう。まあこの辺はいいでしょう。もう OK、 いろいろ片付けたんで、書類とかちょっと役所に出すやつとか書いたんで、今からこれを持ってって、郵便局とか行って、でちょっとネーム書きますかね。だいぶちょっと片付けと書類書くとかで体力使ってしまったけど、今から頑張ろう。いや、ほんと、まあ、1時半かなんで、まあ3時から脱毛なんで1時間ぐらいは時間あるかな。いや1時間全然ないやんけ、くそ。まずは郵便局に行って切手を買いましょうかね。タスク完了と。ゆうパックサービス20時21時なくなるんだ。まあ困る人もねいるでしょうけど、もう無理やろう。今日は図書館開館してますね。よかったよかった。かわいい猫の絵が飾ってます。めっちゃ溶けとる、かわいい。ニンフィアが落ちてるってことで、全然作業できなかったですけど脱毛に行きます。脱毛終わりました。ヒゲ脱毛痛かった、今日も痛かった。次はモニターの案件があるんで、その場所に移動ですね。あんまり時間もないし、まあ、ちょっとベンチかなんかでネタ考えるか。続きよ。よし、ではモニターに行ってきます。面談モニターの案件終わりました。1時間40分ぐらいかかったけど、まあこれで4000円なんで帰りますわ。稼いだ稼いだ。おいおい、あるぞあるぞ、ワンプリガチャ。これちょっと回したかったんよな。今日稼いだやつ全部いくか。まあなんてね、
やるわけないじゃないですか、そんな。あと色はだけないよな。銀だこ謎行列できてると思ったら安いらしい。食いてー。まあでもたこ焼き食べるならガチャ回すよね。同じ丸いし。最高じゃん。リリングつけて。お腹すいた。はい、ご飯食べよう。今日はもも肉じゃなくて胸肉にグレードダウンしました。理由は聞かないでください。あともやしね。まあ胸肉もね、蒸し鶏にすれば美味しいんで。お腹すいた。バナナ食べよう。もやしから蒸していくか。あれ、はい、久しぶりにやるからちょっと高さ間違えた。これ入れたら高さ足り、あわわ、お皿直でいいね。まあ、もやしと、鶏肉を蒸していきますと。次は鶏胸肉でポン酢かけました。これも出汁かけとけば美味しくなるちゃう。全部出汁かけていくっていう。ちょっと食べてみよう。いただきます。さあ、美味しいやろ。想像以上にいい。何かけてもいけるな、これ。鶏胸しっかり蒸したつもりだったけど全然足りんかったわ。あれ、時間間違えたかな。おはようございます。喉が思いっきり寝落ちしてました。なんとかこの布団だけ引っ張り出して寝るっていう選択肢を、昨日本当は選択しようと思っとったんですけどね。なんか前髪じゃね、寝癖えぐいんですけど、シャワーでも浴びようかな。なんかまだぼーっとしてる。プロテイン飲もう。なんか頭ふわふわしたような。なんなんやろこれ。本日のタスクは夏コミのサークルカット書いて、 Vlog 編集して、あー、データ入力の仕事するか。あれ、あ、全然やってないもんな。今日はお腹空いたけど、なんか鶏肉も味噌汁とかもなんか気分的に違うなって感じだったんで、カロリーメイトとアーモンドとプロテインにしました。なんかこういう時外食とか割となんかね、結構味濃いかったりするんで食べやすかったりはしますよね。ってことはあれか、なんか体調悪いのか。体調、なんかどこかお腹痛いとかじゃないけど、なんかシンプルにエネルギーないみたいな。ちょっとライブ配信の準備をします。結構喋りながらとかだとね、元気にこうやれたりするんですよね。意外とね、いい。
喋り出すと普通になんか体調というか、なんてやろうな、こう活力が戻ってくるみたいな感じある。こんなとこかな。よっと配信画面をチェックしないといけないな。さっきまでやってた配信が終わりました。なんかタイムラプス撮ってたんやけど、なんかちゃんと撮れてなかったですね。まあ、こんな感じで、あの夏コミのコミケのサークル活動をあの書いてアップロードできたんで、とりあえずよかったよかった。おご飯を食べようかな。さすがに今日なんか鶏胸をガツガツ食べる元気もないんで、どうしよっかな。この辺か、松屋かサバ、サバにしよっかな。サバ食べますわ。残り一切れか。こういうなんか食欲微妙な時はやっぱこのジャンクなやつが食べやすいですよ。この辺温めようかな。サバ美味しそう、いい感じです。この後このとんかつも温めようかなというね。とんかつは電子レンジないんで、湯煎というか蒸す感じでちょっと温めます。これが一番あの芯まで温められる方法っぽい。とんかつとカレーも温めたんで一緒にいただきます。ご飯は玄米炊いてないからないっていうね。おはようございます。いやもう夜ご飯食べてから爆睡してましたわ。今9時ぐらい9時半ぐらい、なんか10時間ぐらい寝てました。ちょっと湯船使って体ほぐそう。プロテインを飲みましょう。今日もなんか体調かんばしくないな。めちゃくちゃ悪いわけじゃないけど万全でもない。これがカレーってこと、まあ、でも大谷翔平メジャーリーグやってるんでちょっとカレーのせいにはできないというね。まあ、今10時半ということで、まあ、ちょっと一旦散歩でも行きますかね。なんか昨日寒いし雨降っとるしちょっと外出らんかったけど、やっぱ外出た方が日光浴びれるし、まあ、今日は Vlog 残ってるのちょっと編集を終わらして、であとはデータ登録みたいな仕事をちょっとちょこちょこっとやったら休むか。まあ、漫画積んどくしてるやつとかありますしね。まあ、ネームも進められたら進めるか。今日はそんなに寒すぎず気持ちいいっすわ、外が。まあだいぶ曇ってはいるんですけど、まあまあまあ。カロリー補給にアイス買いました。今日の買い物ラインナップが完全に風邪ひいた人なんやな。あとアイス食べたし、まあなんかあのネギトロ巻きは美味しそうやったんで買いました。食べやすいやつ食べよう。電子書籍でキララを読みながらご飯を食べてます。ヨーグルトにバナナときな粉ときび砂糖を入れてありました。まあちょっと見た目あれやけど美味しい。いや動画編集が終わりました。動画編集しながらあの配信してたんですけど、 YouTube ライブであのそこからあのそのままやるかみたいな感じであの確定申告までやりましたね。もう今年の分をそう先んじてやったんで、まあ今年の分はだいぶスタートダッシュ切れたかな。ということでご飯にしますか。ご飯炊こうと思ってたけど配信しよったらそのまま炊き損ねた。まあ鶏肉でも食べますか。
5分ぐらい蒸したんで、あとは余熱で確か10分ぐらい蒸すといい感じになるらしい。鶏胸でもすごい柔らかくて食べやすいんですよ。ということで10分後に教えて。10分のカウントダウンを開始します。10分経ちましたんで揚げてみましょう。おー、いい感じ。今日はちょっと少なめにしましたね。もう切ってみましたけどいい感じですね。美味しそう。今日はこのいつもの和風だしとそれからカレーパウダーをちょっと混ぜてみようかなと。うわ、美味しいやろ。なんかまあこれとポン酢とかと一緒に食べたらいいんかな。ちょっと試しにつけて食べてみよう。いただきます。おー、いい感じ。このカレーパウダー単体だと本当にカレーのスパイスみたいな香りしかないんですけど、この出汁の味と合わさることでいい感じの塩気とね、ありますね。美味しい。もうちょい量作っとくか。では蒸し鶏いただきます。今日はこれとスープぐらいかな。まあ、ちょっと少ないけど、左に勝ったらあのバナナとヨーグルト食べますわ。おはようございます。11時間ぐらい寝た。普通にあの後ご飯食べてそのまま寝落ちしてました。11時間は寝すぎやろ。なんか途中で電気消したけど、最初電気つけたままやったんでそれが良くなかった。なんか変な体勢寝て肩痛いし、ちょっと今日清掃の仕事があるんでシャワー浴びて準備します。でやっぱお風呂ためるか。やっと脳が覚醒してきました。とりあえず清掃に行きまして、なんかね、午後というか夕方から雨らしいんで、本当はネームとか午前中に、まあ午前中じゃないかも、書いて行ったかったんですけど、先に清掃に行きます。お腹すいたな。ちょっと目玉焼きと、あとはバナナヨーグルトいくか。あとプロテインですね。よいしょ、トリプロ。Vlog のチェックをしつつ食べますかね。鳥山明先生亡くなられたらしい。68歳まだ。早すぎるやろ。じゃあ行ってきます、清掃に。今日はさすがにちょっと走っていく元気はなさそうやから電車で行こうかな。これでこの後雨予報なん？マジか。あれ、いや電車移動最高、楽すぎる。これからちょっと清掃2時間ほどやっていきます。清掃の仕事終わりました。ちょっと町田の方まで来たし、タリーズ寄ってネーム書いて帰ろうかな。まだ元気が残ってるうちにちょっと作業して帰ります。お腹空いた時用にカロリーメイト持ってきてたんですけど、しっかりいい感じにお腹空いたんで、ちょっとこれを食べてコーヒーでも飲んで作業しようかな。ついでに水補給していきますかね。ちょっとトイレで髪とか整えてました。シナモンくん誕生日じゃん、おめでとうございます。この間ポチャックの誕生日やったよな。タリーズ行きやす、いつもの。帰ってきました。リングつけて
手うがをせねばね。あったけもうアップルウォッチがちゃんと反応してくれてる。手洗ったよっていう。今日は、まあ、普通に鍋にしていくか。よいしょ。なんか今日ツイッターで拝見したんですけど、この安丸だし買ってくれてる方がいてありがとうございます。概要欄に貼ってるんですけど、黒髪ランガーっていう名前を入れてなんか買うとなんか安く買えるらしいんで、まあ、興味があれば買ってみてください。使ってみてください。まあ、鍋とかでめちゃくちゃ役立つんで重宝してます。でその間に、今日は小松菜を鍋にしようかな。なんか白菜がね最近高いんですよね。なんか知らんけどいつもだいたい4分の1で、まあ、98円とか、まあ、もっと安い時2分の1で同じ98円とかやったりするんですけど、なんか最近4分の1でなんか140何円とかになっとって、なんかそれで高いんで今日はね小松菜にしました。まあ野菜とかもいろいろ食べた方がいいと思うんで、まあ、ちょうどいいかな。いい匂いでございます。よし、取り出してあとは普通に作るといい感じ。鶏胸なんで、まあ、あんまり火を通しすぎず、あとは生姜も入れて、まあ、だいたい出来上がりかな。ではではいただきます。今日はもうご飯食べて、まあ、すぐお風呂入って早めに寝ますわ。ちょっと自分の体力を過信しすぎて毎晩ね寝落ちしてるんで、いただきます。今はまだ7時かなんで、まあ早めにお風呂入って寝ればもう全然余裕で健康的な時間に寝れそうですね。おいしい。あれですよね、1日のこう取れ高みたいな、その Vlog じゃなくてそのどのぐらいこうやれたかみたいな、こういろいろやりたいこととか、それってなんかこうずっとねこうもっとやりたいみたいな思ってこう理覚せずに行くと最後に寝落ちしてなんか体調悪くなるというか、ちゃんと睡眠取れないみたいになるんで、やっぱどっかで理覚する勇気を持たないといけないなって、ね、思いました。っていうかずっと思ってるんですけど、結構それあるらしいですね。なんかこう今日あんまりいい感じに生活できんかったなみたいな思って、なんかずるずる取り返そうとして夜更かししてしまうみたいな、いろいろやってるはずなんですけどね、やっぱりなんか寝るのが惜しいみたいになっちゃうんですよね。まあ今日は Vlog 投稿、したし、もう一個しないといけないんですけど、で清掃の仕事もしたし、でネームもだいぶ進んだんで、まあね頑張りました。みんなも今日やったことをねリストアップして頑張ったと認めてあげてください。現代人頑張りすぎやから。ご飯も食べ終わったし早々にお風呂入ります。久々にフィットボクシングでストレッチをしようかなと。お久しぶりです。めちゃくちゃ煽られてますね。久しぶりやのって。ストレッチだけとかできるんで、フリーのそれだ、しっかりストレッチ、これやろう。これやるだけでもだいぶ違うんですよね。1日1回やればいいんですけど惜しんでしまうっていうね。よいしょ、めちゃくちゃ気持ちいい。では今週も Vlog 締めていこうかと思います。ギリギリ日付変わる前に、ああ変わってしまった。まあギリギリ日付も変わる前に寝れそうかなという感じで、いやちょっと今週なんか寝落ちしすぎ生活だったんで、ちょっとね来週から改善したいですね。まあ、今日も結局さっきまで Vlog の編集やっちゃったんですけど、まあ、なるべくちょっとね元気あるうちに、まあお風呂とか、いろいろ済まして寝れる準備をしておくみたいなことが大事かなと思いました。この生活だと
今週の土日は1件予定があるんですけど、まあ、その他は特にないんで、まあ、あの Vlog の編集とかもそうですけど、あのネーム、新しい作品のネーム書いたりとか、あと既存のちょっと書きかけてる、終わってないやつの原稿とかを進めていこうかなと思います。いや結構確定申告も終わって余裕もできてきたんで、まあ、あの今年の分の確定申告の帳簿付けとかもまたやらないといけないんですけど、今年こそね早めにつけてあの準備をしていこうかなと思います。ということで、また来週、お会いできたら嬉しいです。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。